松田学です、今年8月15日にですね、78回目のですね終戦記念日と、もう78年経ったということになりまして、このことを踏まえましてですね、改めて、この日本の置かれている状況を、特に、安倍さんが亡くなって日本どうなってしまっているのか、あるいはアメリカの状況も含めてですね、今回は西村晃祐先生にお越しいただきましてですね、いろんなお話をお伺いしたいと思っております。先生どうぞよろしくお願いします。どうもこちらこそよろしくお願いします。まず今ちょっと私一言安倍さん触れたんですが、近く本を出されるというです。そうなんです、9月の19日発売になるんですが、安倍晋三黙示録という、黙示録と、アカポリプスなんですね。そうですか、楽しみにしておりますけども、黙示録というのは要するに、新約聖書に書かれている、ヨハネの予言の書と、そうですね、いうことで、それで世界の終末を、描いているということで、コロナの時もちょっと話題になったんですね、黙示録がね。っていうのは、黙示録の中では疫病が流行るとかですね、そういうのが、あったもんですね。なるほど。ということでですね、改めて8月15日、今年78年目ですけれどもですね、一応これ振り返ってみるとですね、戦後っていうのはどんな流れの中で、現状に向けてどういうふうに我々理解したらいいのか、そのあたりを少し、いかがでしょうか。まずですね、普通世界中どこの国でもですね、戦後という言葉を使う場合は、戦争が終わった後の、期間ということですよね。それで それこそ戦後の混乱が、終わった後は、戦後じゃなくなるわけですよね。しかし日本の場合はですね、毎年毎年ですね、例えば今から50年前でもですね、今年は、8月15日になるとね、ちょうど50年前だったらば、戦後、28年とかって言ってたはずなんですね。そうですね。それで、そのちょっと前だったら戦後20年とかですね、言われていて、戦後25年とかですね、言われてましたよね。それで、それ自体が、いろんな意味がありましてね、私は。前からいろいろな機会で申し上げてるんですが、要するにですね、これ日本人の、メディアが言うんですけど、一般感情としてもね、その戦後何年ってまだ言うわけでしょ。それで一応その公式見解としてはですね、昭和30年ぐらいの時にですね、もはや戦後ではないと言ってましたよね。いうことは、通産省から。経済企画省の経済白書。そうだ、経済企画省だ。経済企画省って今思うと、非常に優秀な、優秀な、エコノミスト集団ですね。官庁でしたよね。本当に。誰に匹敵するものは今も、運算無償って言いますかね、その国家戦略決めていくものの一つのはずなんですが、それが全くなくなっちゃってですね、安倍政権の時はそれは官邸がそれをやってたわけですけども、戦略機関ないです今そういう要するに国家戦略を打ち出すって言いますかね、そういうものが全然ないんですよ。ないです。で、当時はもはや戦後ではないということが出てきた時は、下村治さんが、そうでしたね。が確か中心になってたはずなんですよ。それでその敗戦後の、要するに混乱からですね、だんだん復興してきたと。で、経済も立ち直ってきて、なんとか、しかも主権も回復して、昭和27年、今から71年前ですけど、独立国家としてまた立ち上がったという後だったんでね、それでそのもはや戦後ではないという言葉が出てきて、違和感なくおそらく当時の人は、そうでしょうね、それ違和感なく受け止めたんですよ。高揚感もあったでしょうね。でしょうね。で、それはね、なぜかって言いますとね、
その時社会の中心にいた人っていうのは、はい、みんな戦中戦前を知ってる人ですよ。ああ、そうですね、うんうん。全員がそうなんですよ。当然のことだと、うん。そうですね。で、私なんかその頃まだ鼻垂れ小僧みたいな感じでね。はい、まあ、もちろんそんな意識何もないんですが、あの戦争ですね、特にその、シナ事変は別として、米英との、その、戦争ですね。で、まあ、それひっくるめて大東亜戦争。はい。で、閣議決定で決められた名前、うん、で大東亜戦争を日本人は戦ったわけですね、うん、その戦った人たちが全員生き残りの人たちが、うん、官僚あるいは企業の、はい、経営者、はい、それから、企業の働き手たち、はい、それから、若い人だったら学生たちとかですね、うん、大体知ってる人ですよね。そうですね、戦前を、うん、だからその非常にこうリアリティを持っておそらく、うん、戦後は終わったっていう言葉がそこで脚光を浴びて、はい、日本はこれから、復活するんだという、うん、そういう高揚感もあったと思いますし、そしておまけに昭和34年にはですね、はい、昭和34年というと、1959年ですか。59年ですね。はい。東京オリンピックが決まった。はい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 。決まってんですよ。はいはいはい、はい。5年前ですから。はいはいはい。東京オリンピックが昭和39年。そうですね。1964年です。64年ですね。だから1959年に東京オリンピック開催が決まった、はいはい。もうこれはね、うん、当時の大人たちのことを思えばですね、はい、その前に実は東京オリンピックあったわけですよ。ああ、はいはいはい、そうですね。昭和15年に、アジアで初めてのオリンピックが、日本が開催すると、いうことが決まったわけで、はいはい、しかもそれがですね、昭和15年、紀元2600年だったわけですね。はい、だから非常にね、日本がね、実はおそらく、戦前戦後通して考えたときに、うん、日本の国力がですね、文化的にもですね、うん、それから、まあもちろん軍事的、はい、で経済的にもですね、はい、ピークだった時なんですね、うん、それでしかも歴史的にもそういう節目の時で、はいはいはい、で紀元2600年を迎えるという、なるほど、そういう時代にあったんですが、はい、それが、要するにシナ事変が収束しないし、うん、なかなか欧米との関係もだんだん怪しくなってきたということで、うんうん、中止になったわけですね。はいはい、まあ返上したわけで、はいはいはい、で、欧州ではだから、第二次世界大戦が、はいはい、まさにその始まると、始まった後か、もうすでに。そうですね、昭和15年ですからね、ポーランド侵攻がもうナチスの、もう始まっちゃった、はいはいはい、そういう中で、まあ、気球の事態ということで、うん、東京オリンピックが返上したわけですよ、うん、で考えてみるとね、うん、あの時にのプロジェクトで、はい、例えば日本国有鉄道がですね、はい、弾丸列車構想っていうのを作ってて、うん、それで今の東海道新幹線の新丹那トンネルってありますよね。はいはい、ありますね。普通の東海道線とは違う、うんうん、新丹那トンネル、はい、であれって昭和10年代に作ってたんですよ。もうそうだったんですね、新丹那トンネル。あ、それは要するに弾丸列車の、うん、新しいそのそれこそ新幹線のプロジェクトがあって作ってたわけですよね、うんうん、でその弾丸列車構想っていうのは、その後だからおそらくあれでしょうね、玄界灘をくぐってですね、うん、朝鮮半島に行ってですね、うんうん、それで、満鉄につながると。ああ、なるほどなるほど。そうするとそのままそれがヨーロッパに、うんうんうん、その弾丸列車で行けると、なるほどなるほど、いうそういうだから、
あの構想は当然あったわけで、いや戦争がなければ そうなっていただろうという、うん、ことに基づいて、で当時昭和15年当時の日本人はですね、あのもう戦争も大変になってますけども、うん、そういうやはり大きな国家プロジェクトに自らを重ね合わせて生きていた人が多いわけですね、うん、なるほど。でところが、新タナトンネルの工事もしてましたけど、はい、結局戦争でその途中で中断をしたと。でオリンピックもなくなっちゃいましたよね、うん、で戦争終わった後に、はい、もはや戦後ではないって言葉が出た後に、うん、東京オリンピックの誘致が招致 が決まったということで、それはね、いやがおうにも高揚しますよ。そうでしょうね、はい、それでおまけにですよ、ええ、昭和39年、はい、10月10日が東京オリンピックの開会式だったんですが、はい、その10日前の10月1日に、はい、東海道新幹線が開通したんです。まあ、そうでしたね、はいはいはい、昭和39年1960年の10月1日ですよ、はいはい、考えてみれば半世紀以上前なんですね。その時にもう今の新幹線が、まあ、東京と大阪、新大阪の間だけですけどね、うん、もうすでにできてるわけですよ。これはね、やはり当時の日本人が何を考えて、ひたすらその経済活動、戦後復興に励んだかっていうのは、その、まあ、高度成長経済の真っ只中っていうこともあってですね、いろいろやっていた。で、それはですね、戦争に負けたけれども、しかし、我々は、今度は経済では負けないぞと。それと同時にですね、あの戦争で亡くなった人たちがみんな身近な人で、うん、自分の家族親戚にはいっぱい戦死者がいたわけですね、うんうん、はい、それと当然教え子にもいた、うんうん、あるいは学友にもいた、うんうんうん、あ特に戦中派にしてみればですね、学徒出陣で、まあ、エリートたち、はい、当時の大学生ってのは本当のエリートですよね、はい、うん、それで学徒出陣で昭和18年10月21日に、今の国立競技場、はい、神宮外苑競技場で、学徒出陣の壮行会も行われて、うん、それで特攻隊で多くの方も亡くなった、うんうん、はいはいはい、でそういう人たちと共通体験を持ってる人が、うん、これとにかく負けてその後占領されて、うん、占領が終わった後必死に日本を立て直したというね、うん、そういう中にいたわけですよね。なるほど。なるほどね。はいはい。で、それがね、要するに歴史なんですよ。うん、で、歴史っていうのは非常に難しいものでね、本当の歴史っていうのはなかなかありえないっていうのは僕の前からの自説なんですね。で、それはどういう意味かっていうと、うん、その時を、体験していないと歴史っていうのは知ることができなくて、あ、それで全て二次情報になってしまうので、はいはい、それでその時点での解釈で過去を見ざる得なく、うん、確かにそうですね、うん、だからクローチェっていうね、歴史家がね、うん、あらゆる歴史は現代史である、うん、いう言葉を残しているのはそういう意味も、まあそうですね、現代の視点でしか捉えられない、そうなんですよね、うん、でそういうことを考えると、うん、当時の人たちが、うん、その、まあ、例えば東京オリンピックの年で言えばその、19年前に終わった戦争というものが、はい、本当に身近なものであってね、うん、19年って長いようでそんな長くなくてですね、うんうん、考えてみれば我々が今19年前ってことを考えると全然長くないんですよ。なるですね、本当にお粗末な話で、うん、ね、何がお粗末かというとですね、要するに戦前を生きていた人たち、そして戦後復興を果たした日本人たちが行った栄誉ですね、はい、彼らの存在そのもの、はい、
のその濃密さと、うん、今の我々と比べると、うん、本当にあまりにも軽すぎんですよ。確かにそうですね。私のこの19年振り返ってみてもそうかもしれない。だって19年前っていうと、はい、何年ですか？2004年。はい。はい。2004年って言いますとね、ちょうど北朝鮮が日本人拉致を、うん、認めて謝罪をした。あ、そして 5人を返した。うん、日本が奪還できた、うん。それが2002年で、はい、だからもう今から、22年前になるわけですけど、うん、あれから22年ですよ。うん、ということは東京オリンピックの時点で19年前のあの敗戦、うん、そして玉音放送、昭和天皇の、うん、消直が発せられたと、うん、いうことを体験した人たちにしてみればですね、うん、全部つながってるわけですね、うん、同じ空間同じ時代なわけですよ、はい、はいはいはい、だから彼らのそのまあ私の父親の世代は戦中派ですから大正11年生まれだったんですね、うん、私の父は、はい、もし今生きていれば、101歳になるんですが、その彼らの人生というものを考えるとですね、そういう濃密な空間をずっと生きてきたわけですね。うん、なるほど。で、それに引き換えですね、はい、じゃあ、まあ、たまたまレーニンが挙げた北朝鮮の拉致というものを、北朝鮮は認めた日本人拉致、はい、侵略による拉致が行われていたということが分かって、うん、もう21年経ってるんですけど、はいはい、何も変わってない。何も動いてないですね。確かに。はい。何も変わってないんです。確かにそうですね。はい、つまり、失われた30年って今よく言われてますけど、30年も失ってたらもうなくなっちゃうんですよ、普通ね。うん、だから今そういう状況に日本が立たされてるんだと思うんですね。うんうん、だから、今度の安倍晋三黙示録っていう本ではですね、はい、それを要するにはっきり浮かび上がらせて、うん、そういう状況であるということを安倍晋三という人が身をもってね、あ、自らのその命と引き換えに、うん、我々に残したのが、うん、そういった日本の一種の終末論でもあるし、うん、一種の予言の書であると、ね、うん、ヨハネの黙示録に例えて言えば安倍の黙示録っていうことになっちゃうんですよね。黙示録になっちゃうんですね。なっちゃうんです、うん、それでさっき最初に戦後っていう言葉言いましたけど、はい、その普通はね、だからもはや戦後ではないって経済企画庁が言った時点で、普通の国は大体戦後って言葉はもう使わないはずなんですよ。で、ところが何年経っても戦後何年戦後何年って言ってるわけで、うん、戦後 50年なっていうのを あの時もね、戦後50年随分まあ半世紀前のことにこだわってるなあと思ってたんですけど、本当にいつまで言うんでしょうねこれ終わんないんですよ。終わんないですねだそれが戦後レジウムなんですよ。なるほど。まさに、うん、戦後何年ってメディアが言うこと自体がもう戦後レジウムそのものなんですね。あ、なるほど、ええ、それはだって戦後レジウムから脱出してないから、うん、そうですね。だから戦後何年、だから戦後80年、これ下手したら戦後100年って言いましたね。戦後200年だったと思うんですよだ、昭和天皇がね、はい、これある一説があって、これ私実はソースを確認してないんですが、はい、開戦の後ね、はい、日本は一体いつになったらまた立ち直ることができるのかっていう質問があった時に、はい、それはね、どういう席上でどういうふうに出たかって、それもちょっと分かんないんですが、うん、昭和天皇がね、はい、100年はかかるだろうっていう、おっしゃったらしいんですよね。はい、でね、なんか出光佐三に言ったという説もあって、いろいろ私ね、調べたんだけど、はい、出てこないんですよ。でも確かに、ここ78年見ると、なんか当たりそうな感じがしますね。うん、100年、なるほど。だから昭和天皇は100年はかかるだろうと、まともに、要するに立ち直るには。うん、それはやっぱり、その
軍事占領されてね、そうですね、でおまけに6年8ヶ月も占領されたわけですから、はいはい、でその状態はずっと続いてるでしょ、うん、今だって、うんうん、そうですね、うん、で戦後何年ってことを言うこと自体がだからおかしいってことをまず私は言いたい、ね、そういうこと自体が戦後レジームだったりする そうなんです、そういうことですね、なるほど、それでねこの前ね実はちょうど広島の原爆の日にですね、はい、埼玉県の知事選挙っていうのがありましたあったんですよ、はい、それでね私は呆れたんですね、うん、報道を見て、はい、でよく考えたら それが呆れることではなくてね、うん、みんな普通に受け止めたかもしれないんだけど私は本当に呆れたんですよ。で何に呆れたかっていうと、はい、埼玉県知事に今度なった大野さんって方、ね、はい、再選されましたね、再選されたんですけど、うん、投票率22%が 24%、 低かったですね、民主主義なんて機能してないですよね。そうですね、それでしかもね、うん、どこの推薦を受けて立候補したか、うんうん、自民党と立憲民主党です。そうなんです。もうふざけんなって言って。何をやってんのかと思いましたね。本当に真面目な話。はい、もうね、はい、もう怒り狂いましたね、私はね。うんうん、そういう状況をね、うん、知った時にね、うん。それだったらね、投票率が 5% になったっていいんじゃないかと思うぐらいですよ。それ有権者だってね、投票したってしょうがないと思いますね。そう、全く意味がない選挙ですね。はっきり言って。自民党と、まあ、でも今の岸田政権見てるとね、うん、それもありかなっていう感じもしちゃいますよね。立憲民主党と一緒に一人の人間をその推薦してるなんてね。だからね、あれこそ戦後レジウム。うん、だからね、第一次安倍政権ができた時に、はい、安倍晋三は戦後レジウムの転換。はい、っていうスローガンを、そうでした、はい、打ち出したんですね、はい、でそれはまあ画期的なことだったわけです。ところがそれに対してものすごい反発が、うん、あってですね、うん、もう首相になる前から、はい、随分攻撃をされていたわけですよ、ね、はい、でそれはなぜかというと戦後レジウムを終わらせたくない勢力からの反発だった、うんうん、じゃあ戦後レジウムを終わらせたくない勢力って何かって言いますとね、結局今の自公政権とまさに立憲民主党、うん、あるいはまあ今はほとんど意味がなくなっちゃったけど社民党ですとか、うんうんうん、それが結局戦後レジウムを全部作ってたわけで、そうですね、だから前も松田さんとのお話の中でちょっとお話したことあると思いますが、はい、戦後体制そのものを支えていたのが、うん、結局55年体制と呼ばれるね、はい、昭和30年にできたその自由民主党と日本社会党という2つの対立軸だったんですが、うん、その対立軸がお互いにもたれ合ってね、うん、それで今のままで続けていこうと、うん、はいはいはい、それなんですよね、うんうん、まさにそれなんですよ、うん、だからこの前の埼玉県知事選挙みたいなことになっちゃう、なっちゃうんですね、やっぱりなっちゃうんですよ、うん、それでとにかく日本を前に進ませようという政治家は周りから潰されるわけですよ、ね、そうですね、だからそれがまさに第一次安倍政権がそうだったし、うん、そして辞任した後にの2年後に、うん、昨年ですが要するに暗殺された安倍元総理の存在そのものなんですよ、うんうん、要するに新しく歴史を進めようという人が消されるわけですよね。なるほど、なるほど。だそういうまず現状だということをですね、うん、それを私たちは確認しなければいけないと思うんですね。うん、なるほど、だからこの終戦の日という8月15日をどのように捉えるかっていうことが
もう一つの視点として出てくるわけで、うん、おそらくね、今の60歳以下の人っていうのは、戦前と戦後と違うと思ってるんですよね、うん、日本は変わったと思ってるんですよ、うんうん、思ってるでしょうね、でそれがまず、それが戦後レジムなんですよ、うんうんうん、なるほど、それはアメリカのプロパガンダに過ぎないわけでね、うん、で戦前は民主国家ではなかった、うん、それがアメリカによる占領の結果ね、うん、日本の悪いところを全部その悪い部分を取ってね、うん、取り除いて占領政策で、うん、そして民主国家としてスタートした、うん、なんてことがおそらく教科書にも そうは書いてないけど似たようなことが多分書いてあるんですよね、うんうんうん、みんなそう思ってるんじゃないですか、多くの人がですね。いやだからそれが、ね、そういう空気がいつまでも戦後何年という言葉を続けるんですよ。それはなぜかっていうと、うん、自分たちは戦後という空間から脱したところにいるということは想像できないんですよ。なるほど。考えることはできない。おっしゃる通りですね。思考停止なんです、うんうんうん、完全に。で思考停止のまま、じゃあその思考停止って何かっていうと、日本永久占領なんですよ。うん、そうですね。だから未だにアメリカの基地がいっぱいあるわけでね、はいはい、だからインド人に私言われたことあるんですよ、はい、原爆をね2回も攻撃、原爆による攻撃を受けてね、はいはい、その軍隊をよく駐留させてますねって。確かにね。ところがそれに何の疑問もね、うん、持たないような空気が醸成されちゃってるわけですよね。で別にだから私はね、今じゃあもう日米安保破棄でアメリカ軍全部出てけなんていう単純なこと言ってんじゃないです、はい、そうじゃなくて今の状況認識がどういう状態であるか、今の我々の置かれてる状況がですね、うん、それをどう認識するかっていうことだと思うんですね。その通りですね、うん、もう完全に占領下に置かれている、永久占領を受けているというのは、これが当たり前の、まあ、これが大前提になって、うん、自分たちの社会が組み立てられ、政治が行われていると、はい、もうこれがここから抜けられない状態がまさに永久占領そのそうなんです、ね、永久占領だから、それからなんとかね、要するに対米自立を、目指していたアメリカと折り合いをつけながらね、うんうんうん、そしてアメリカにあんまり反発をされないようにうまく扱いながらですよ、うんうん、それで対米自立を目指していた安倍晋三という存在があまりにも象徴的なんです、うんはい、それで現在の岸田政権というのは全く逆なんですね。そうですね。対米従属だけなんです。従米政権ですね、まさに対米従属、はい、それをどん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 深めてるわけですよ、うん、だからその昨年の暮れにですね、防衛文書3文書を改定したと、はい、そして国防費を、2倍にする、はい、スローガンだけはいいんですがね、はい、実質見てみると全然良くないんですね、うん、2倍にするって言ったって5年後の話でしょ。そうですね、うん、でおまけに他の予算まで含めて。そうですね。10% かなんか、うん、他の予算が入って、はい、と全部あれですよ、上げ底なんですよ、はい、で防衛文書もおかしいわけでね、うん、そういう意味ではね、うんうんうん、だから私は今説明したようなことをなんとなく気づいた人というのは、うん、おそらく結構いると思うんですね、うんうん、でそういう人たちが今その自民党今まで支持していた人もどん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 離れてるわけですよ。そうですね、はい、はい、それ感じますね、はいはい、でそれはもう松田さん今参政党というね、うん、今非常に注目されなければいけない新しい日本の政治勢力の政党の代表でいらっしゃるから一番よくそれ分かると思うんですね、はい、有権者と接してますからね。その通りですね、はいはいはい、どうですかその私は自民党員です。でも参政党支持します。ということで、結構いらっしゃいましてね、これがですね。いや、それまともな人ですよね。非常に。はい。ね、
本当に多いですよ、うん、やっぱり多いですか。多いです。前回 の参院選挙でも、うん、まあ、あの自分の選挙区はこのしがらみもあるから、その選挙区は自民党に入れました、うん、だけど全国比例は参政党に入れましたという方が、ね、結構いらっしゃいました、うん、はい、これはあの自民党 の私のよく存じ上げている、あの現職国会議員からの講演会でそんな声が随分あったというふうなおっしゃってり方をしてましたね、うん、はいはい、うん、でもね、あの今の話聞いてると本当にあれですね、はい、あの岸田さんというのは戦後レジームから脱却しようとした安倍さんの流れを戦後レジームに引き戻す役割です。そうです、そうです。完全に 逆行してるっていう、だからやってることはね、あの、対立してるように見えるんですが、立憲民主党と同じなんですよ、ということですね、あるいは日本共産党と同じと言っても過言ではないです、そうですね、うん、なるほど、これあの完全にあの岩盤保守層が離反を起こしていると思いますし、うん、あの極めつけはやっぱり LGBT 法ですね。そうなんですよ、はいはい、それはね、今までもこの番組で何回かご説明してますが、結局 LGBT 法が日本がだから作る必要はないのに、うんうん、作ったのは一体何なんだと。そうですね、で普通に考えたら、あれアメリカの要請を受けて、うん、法制化したんだろうということになっちゃうんですよね。うん、なりますね。はい、で今度のね、はい、その9月19日に出る本 の、はい、あの帯にですね、はい、三島由紀夫の言葉をちょっと引用したんですよ。はい、でこれ三島由紀夫が、昭和45年1970年の7月7日に産経新聞に寄稿した、うんうん、私の中の25年、うん、まあ、ちょうど戦後25年です、はい、私の中の25年、果たし得ていない約束っていうエッセイの中の最後の方の文章をちょっと引用したんですね、はい、でこれ非常に有名な文章なんで、はい、知ってる方非常に多いと思うんですけどね、こういう言葉なんですね。このまま行ったら日本はなくなって、その代わりに無機的な空っぽなニュートラルな中間色の富裕な抜け目がないある経済的大国が極東の一角に残るであろう、うん、という部分を引用したんですね。全くおっしゃる通りになってるじゃないですか。だこれね、三島教は今から53年前に言った言葉なるほどなんですね、うん、それでまあ、この後の言葉はね、こう引用はここで止めてますけども、それでもいいと思ってる人とは私は口を聞く気にもなれないっていう言葉で結んでたんですね。だから少なくとも安倍晋三って人はね、あのそういうものから脱却しよう、それを取り払おう、でもう一度日本人がその要するに世界の一員としてね、うん、世界に貢献していける、うん、そういう国家であると、はい、でその日本国民がその一員であるということを自覚するようなね、うん、そういう活力のある国になってほしいという、うん、それがまあ単純に今そういうことだと思いますよ。安倍さんが目指した日本国っていうのはね、無機質なに対してやっぱり価値観を持ったっていう、はい、価値観外交って言ってましたけどね、はいはい、何らの価値観もない本当に何もなんていうかですね、ええ、全くあの機械的な無機質な、無機質でニュートラルな、ニュートラルな、はい、いやそれは本当に感じますね。あの私も官僚やってましたけども、はい、霞が関全体がそうでしたし、そうですそうですね。いやだから三島由紀夫ってやっぱ天才、まあ、今更私は言うのもあれですから、まあ、今度三島由紀夫の本書くんですけど、あのもう本当にね、その辺全部もう分かってた、そうですね、わけですね、はい、それでただこの時点でね、昭和45年、1970年の時点では、はいはい、ある経済的大国が極東の一角に残るであろうって書いてあったんですけど、もうもはや今はですね、それすらない、それすらなくなってる。経済的大国も残るのかなというね。まあ、中国はここまで発展する ところまではですね、想像しなくてもしませんからね。まあもちろんそうでしょうね。なるほど。ただもうそういう要するにあの状況であるということ、うん、でこれをねやっぱり日本人が今
あのこの8月15日をめぐっていろんな思いを馳せるのであればですね、うん、はい、この78年間一体何をしてきたのかっていうことをね、うん、やっぱり考えるべきだと思うんですね。でこれはね、私あの戦中派の人、戦前から生きてた人たちが戦後復興やってと、例えば東京オリンピックを成功させた人たちとかね、はいはい、そういう人たちが、うん、その戦争を戦ったということと戦後を生きたということが、あの同じ空間で、はい、同じ時間でつながっていたからそれができたんですね、はいはい、なるほど。ところがプロパガンダによってですね、うん、あの戦前の日本と戦後の日本は全く違うんだ、うん、なんていうことを考えちゃうとですね、うん、そういうことが分かんないんですよ。おっしゃる通りですね、ええ、それと同時にですね、私はこれ前もしかしたら松田さんにあの申し上げたかもしれませんが、実は今年、まあ日本敗戦から78年になるわけですけど、はい、明治維新からね、うん、敗戦までは77年、そうですね、以前お伺いしました、はい、前申し上げましたっけ、そうですね、ちょうどまた77年が去年までを、そう、去年がちょうど明治維新の後、はいはい、じゃないや、敗戦の後の77年で、はい、明治維新からの77年が日本の敗戦、はい、ちょうどだからその間に敗戦という、そうですね、時があったわけですね。でそれ考えると、その日本の敗戦の前の77年間の明治維新後の日本人が、うん、あの行った行動、うん、施策、考えたことを見るとですね、はい、その後の77年間去年までの日本人が、はい、何をやったかって考えると、はい、あまりにも違いすぎんですよ。おっしゃる通りですね。もうこれ劣化なんていう言葉じゃ言いようがないんですよ、うん、本当に、うん、ところがね、戦後プロパガンダにならされた人っていうのは、うんうんうん、戦前の77年間の日本人がいかにすごかったかってことは分かんないんですよ、うん、多分過去を否定するっていうふうに洗脳されてますからね。そうなんですよ、だから全く分かんない、うん、だから時々私話すのは、第一次世界大戦の後にね、うん、国際連盟ができた時に、うん、ベルサイユ講和会議の時に、うん、日本が提唱したね、うん、人種差別撤廃条約、はい、あれは世界で初めてそういうものが出たわけですね、うん、はい、でそれを日本が提唱したんだっていうことを言うと、うん、びっくりする人いるんですよ。いや、多分知らない人多いと思いますね、うん、それはなぜか、なぜ知らないのかっていうと、うん、全部削除されてる。そうですね、うん、日本がやったことは全部削除されてるからですね、うん、だからそれをまずね、うん、取り戻さないと、うん、少なくとも記憶に入れるようにね、うん、知識としても持たないとですね、うん、何にもできない。これ本当永久占領が1000年続きますよ、これ。あの私が去年の参院選の時に、はい、ある場所で街頭演説したら92歳のおじいさんが終わった後寄ってきましてね、それであの私その時に、日本は大東亜戦争を戦ったのは人種差別のない植民地のない世界を目指そうとして戦ったんだと、うん、まあ、いつも西村先生が聞いてるような話をしました、はい、あのずっと戦前から分かってる方なんで、うん、初めて本当のことを言う政治家から駆け寄ってきましたね。そうですか。はい、あの世代の方は黙ってますけど、うん、やっぱりこう繋がって連続で見てる方にはですね、やっぱりそういう思いがきちっと残ってる。まあそうでしょうね、うん、だって先日ね、実はね、あの評判の悪いエマニュエルがですね、はい、駐日アメリカ大使、エマニュエルが、実はあの杉原中年のことをツイートしてましてね、はい、で彼のあれかな、故郷の学生、子供たちかなんか、はい、そのなんかイベントがあってそこに行ったのかな。で、それでまあ、杉原中年のことを、杉原中年のことを叩いてね、はい、ユダヤ人を救った、はい、そういう立派な日本人がいたっていうことを、はい、エマニュエルは書いたんだけど、はい、間違い書いたんですよ。うん、何が間違いかっていうと、うん、それで、要するに世界中から称賛された、うん、あの唯一の日本人だって。あ、と完全にエマニュエルってアホなんですよ。要するにね、イスラエルが、うん、イスラエルはゴールデンブックっていうね、うん、ユダヤ人
に対してその非常に貢献してくれた人を、うん、の名前を刻んでいる、うん、ゴールデンブックというものがあるんですが、うん、そこに樋口隆、はい、いや隆一さんじゃない、隆一さんは、はいお孫さんだ。樋口喜一郎中将ですね。よくこの場面にお出になってると思います。はいはい、樋口喜一郎中将、少将時代ですね、まあの、はい、関東軍の、はい。あの時に杉原中根がビザを発行する2年前に、うん、もう多くのユダヤ人を救ってるわけです。そうですね。うん、で、と同時に野生大佐も一緒に。はい救ってるわけですね、うん、でそれは全く欠落してるんですね、うん、エマニュエルって人には、うん、でおまけにですよ、うん、それを支えたのは東条英機なんですよ、うん、東条英機は関東軍の当時参謀でまだ総理になる前です、うん、でこれ樋口少将がですね確か東条英機と直に そのことで話してるはずですよ、うん、それで東条英機が、それはぜひやるべきだって言って、うん、支えたわけですよね。うん、で、東京はどういうふうに判断するか、それは、その、ドイツとの関係があるんでね、非常に微妙なんだけど、うん、東条はそれをやらせたわけですよ、ねうん。だから樋口さんが、それができて。で、その東条をですね、大東亜戦争の戦犯としてね、処刑したのはアメリカですからね。うんうんうん、そうですね。もう本当はアホとしか言いようがないんですよ。そうですね。はい、で、その時もですね、結局、樋口さんにしても、まあ、野生大佐もそうなんでしょうけど、当時の日本軍人の正常な、普通に考えることをやっただけでね。はい。で、特に、まあ、満州にいた関東軍ですから、うんうん、満州国自体は五族共和というね、はい、そういう理念で作られた国 で、ね、それでまたこの前もね NHK のね、まあ、この季節になるとろくでもないドキュメンタリーばっかりやってて、うん、だプロパガンダが繰り返しなんですよ。お前も LGBT のプロパガンダやってましたしね。そうですよ、はい、だってなでしこジャパンが今すごい活躍してる、はい、でその日にね、はい、スペイン戦の後かな、うん、スペインに勝った後すぐクローズアップ現代始まって、うん、それで、女子のワールドカップで、ジェンダーと LGBT が話題になってるなんて、ね、うん、そういうプロパガンダやるんですよ、はい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 、そんなの話題にしてるチームなんてどこもなくて、ね、うん、でむしろ話題にしてて持ち上げてたアメリカはすぐ敗退しちゃってね、初めてベスト16で敗退しちゃったんですよ、うんうん、ああそうでしたね、私やってみましたけど、はいはい、やってましたね NHK で、うん、だからそういうねトンチンカなことやってるわけですよね、うん、で NHK っていう組織そのものが前もお話ししたかもしれませんが、うん、占領中に、うん、その前からあった日本放送協会をですね、はい、新たに作り直して、うん、でそれ GHQ が作ったわけで、うん、日本の占領政策のためのプロパガンダ機関として作ったわけです、うん、そのまんまずっと戦後レジムなんですね。だからそれがずっと続いてるんですよ。そうですね。だから NHK が最初にやったのは真相はこうだっていう番組やったんですよ、はい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 、あれ昭和21年の12月8日から始めたの、はいはい、つまり敗戦の翌年の真珠湾攻撃の日から始めたんですよ、はいはいはい、それで真相はこうだっていう番組で実は普通に進駐したのは間違いだったとかね、うんうんうん、それからシナ事変では、うん、残虐なことが行われたとかね、うん、そういうアメリカの歴史そのものを全部これが戦争の真相だって言って、うん、真相はこうだっていう番組やるわけですよね、うんうん、そしたらもう投書が殺到して、うん、ふざけんなって、うんうんうん、それでやめちゃったんですよ。なるほど。それで別の番組作り変えたんですよ。真相箱っていう、もうちょっとやんわりしたプロパガンダに変えたんですよ、うん、はいはいはい、
それなんでそれだけ反発受けたかっていうと、みんな当事者だからですよ。そうですね、当時はそうですよね、みんなと戦った人間ですからね。でそういうところが出てきた NHK っていうのは未だに変わらないわけで、今はそれは違うっていう人がほとんどいなくなってしまったっていうことですね。だからみんなもお亡くなりになったっていうことですよね。みんなそういうもんだと思い込んじゃいますね、 NHK が放送しますね。だからひどいですよ本当に。この前もあの要するに創上の新しい極秘の文書なのかな、はい、あの、が見つかったっていうことで NHK スペシャルでやってたんですけど、はい、あの解説してんのが吉田優と一橋のね、それと東大の加藤陽子ですからね、うん、加藤陽子は学術会議で菅政権の時に、ね、あの政府が拒否した歴史学者ですよ。でそれが解説してる、うん、でまあその2人の解説はその番組の中ではそんなにひどくはなかったんだけど、はい、私が一番ひどいと思ったのはね、うん、あのちょっとドラマ仕立てになってる部分があって、はいはい、その天皇にあの、いろいろ説明して、はい、それで天皇から御下問を受けて、はい、もういろいろ聞かれるわけですよ、はい、それで答えていく、はい、でその時にそのドイツがねもう、いよいよ包囲されて、うん、軍事占領されて、うん、もう負けるというね、うん、そういう、まあ、最後の頃のあれかな、昭和だからもう20年のあれですよね、はい、その頃はもうだいぶその御下問と奏上が随分あの回数も減ってるんですけど、うんうん、その時に昭和天皇役をやってる人間がね、はい、あの非常にね何て言うんだろうな、ショックを受けるんだけど、うん、その時のナレーションの解説っていうのがね、はい、とあとそう吉田優の解説もそうだったんだけど、要するに日本もこれで敗戦すると、うん、占領されると、うん、でそれで天皇制もどうなるかわからないと思ったから、うん、不安になったんだってそういう解説するんですよ。もうひどい解説でね、うん、一番の犯罪的な解説ですよ。それはそんな解説よくやりますね。だそれで NHK はそれ好きですよ。あのね、7、8年前にやったね、吉田茂を描いたやはりドラマがあったんですよ、はい、でそれは BS でしかやらなかったんですが、はいはい、それもひどかった。それはね本当にひどいのはね、あれですよ、昭和天皇がなんか窓を見上げるときに高いところにある細長い窓しかないんですよ、うん、まるでね要するに監獄の中に入ってるような、うん、そういうセットにわざわざしてあるわけ、うん、それはあの占領中のことですけどね、うんうん、それで今度 の, あのドキュメンタリーでもそういう解説を入れて、うん、それで昭和天皇が要するに自分の身がどうなるかわからないから非常にショックを受けて、それでね、途中でもうあのガタガタ震え出して加減が悪くなって、それであの侍従がすぐ声をかけて、うん、それは記録として残ってるんですね。それ、うん、一旦それは中止というか休憩することになってます、うん、はい、で、あの彼も掃除してた彼も心配するんですけど、あのその時にね、吐射するんですね。でそれは歴史事実らしいんですけど、うん、その理由っていうのはね、うん、普通に考えれば、うん、今まで2600年間一度もね外国の占領を受けていない国が占領を受けるということ、うん、そして多くの国民が死んだということ、はい、その責任を自分で感受するということでしょ、はいはい、そうですよね。それと日本の敗戦そのものに、うん、先祖へのだからそれ全部漁港本線にあれ書いてありますよね、うん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 、あの小直の中に、うんうん、要するに建国以来、うん、このようなことに至ってね、うん、過去の天皇に対して、うん、どれだけ詫びたらいいのかっていうことがちゃんと
玉音放送で言ってま、言ってますよ、うんうん。で、そういった歴史事実を全く無視したね。うん、そういう解釈で平気で流す。ちょっと許せないですね、これはですね。許せないでしょ、ね、だからそれがね、はい、今の NHK であり、うん、そしてそれを見て、うん、なんかおかしいなと思わない日本人が、そうなんですよ。多いとすれば、はい、戦後は終わんないです。そういうことですね。戦後は終わんないどころか、このままどんどん崩壊するアメリカの属国のままになるんですよ。アメリカが今おっしゃった崩壊するという、はい、今まさになんかそういうこと感じますね。あの、はい、トランプが3回起訴されているあの流れを見てもそうですしですね。はい、まあ、あの、まあ、キャンセルカルチャーとかいろんな話もありますけれども、はい、完全に分断というかですね。あのね、非常に端的に言うとですね、はい、民主主義はもうなくなったんです。なくなってますね。うん、アメリカには、うん。だから、あの、日本の敗戦によってね、アメリカは民主主義を教えたなんて冗談じゃないって話なんですよ。うん、その、だから中国共産党は今一番喜んでるんですよ。うん、最近この数年間は、はい、あの、人民日報や環球時報なんかはですね、よくそういうこと書くんですね。アメリカの民主主義ってのは独りよがりで、その、うん、全然民主主義じゃないとかね。うん、で、そうじゃなくて我々の民主主義、の価値を認めろとかね、うん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 、それを中国共産党は平気で平気で言ってるこっちこそ民主主義だと言ってるんですね。いや本当に冗談じゃなくて言ってるんですよ。でね、そういう局面にどんどんアメリカは今なってるわけですね。で、あの、トランプは下手したら立候補できないかもしれない。そうですね、はい、公民権停止になってしまいます。そうなると、はい、できなくなっちゃいますね。で、しかし、あの、エルドリッチさんとこの前話した時に、はい、ロバート・エルドリッチさんが言ってましたけど、はいはい、これ下手したら、あの、何年かのうちに内戦になるんじゃないか、うん、いや、そういうふうにおっしゃってましたね、うん。で、それは、あの、アメリカ国籍を持ってるアメリカ人が本当に心配してそういうふうに言ってるわけですよ、うん。で、そういう状況が全く日本に伝わってこないんですよ。そうですね。で、今の大統領選挙の話だって、うん、あの、トランプが起訴されたってそればっかり、そうですね、何回もね、それでとんでもないやつが、それで不正選挙って根拠もなく言ってるとかって日本のメディアが書いてるんですよ。そういうことばかりですよね、とにかくトランプは悪いやつだっていうふうに。だからあれ全部、要するに CNN とニューヨークタイムズの焼き打ち筋だけなんですよ。そうですね、根拠のないとか必ず書かれるんですよ、ね、必ず書くんですよ、うん。根拠がなくてあんな不正選挙行われるわけがないんですよ、はい。バイデンが勝ったって勝てるわけないんですから、うん、普通に考えたらね、うん。で、今度も、その、勝てるわけがないバイデンが、大統領候補になるんですね、うんうん。で、ロバート・ケネディ・ジュニアは今頑張ってますけど、はい、いろんな意味で厳しいみたいですね、うん。で、彼も非常に攻撃されていて、うん、しかし今支持率ついにナンバーワンですよ。うん、トランプより上行っちゃいましたよ。うんうんうん、で、好感度が高いらしいですね。トランプ、はい、トランプとの差はわずかですからね、はいはい。1位がロバート・ケネディ・ジュニア。うん、で、2位がトランプですよ、うん。で、ずっと下の方ですよ。バイデンですね。はいはい、で、それは普通の感覚だと思うんですよ。うん、あれだけ失策、失政、腐敗の オンパレードをやってるわけ、はいはい。まあ、あの、米国民も、このね、あの、あれですよね、今回の司法のあれが全くね、あの、うん、公正なものじゃないということに気がついてる人が多いですよ。多いでしょうね。はっきり、それと、そもそもその、民主党は不正でしか勝てない、はいはい、っていうことを、うん、あの、エルドリッチさんはこの前言ってましたね、うんうん。そういう現状になってると。うん、で、結局無党派層が今一番多くて、うん、で、その人たちはどっちに入れるかってことなんですけど、はい、メディアのやっぱり情報操作がすごいですから、うん、あ、まあ普通に行けば、あの、政権は完全にひっくり返るんでしょうけど、うん、あ、この前のだって中間選挙だってね、下院しか結局取れなかったですね。はいはいはい。うん、だからそういう状況で日本が本当に、あの、独立国家としてどうしたらいいのかってことを考える。時期にもうまさに今立ち入ってるわけですね。あの、まあ、G7 の筆頭であるアメリカは、はい、
日本がずっと戦後を頼ってきたアメリカがもう崩壊して民主主義でもなくなり、はい、そして片や中国はもうとんでもない強権国家としてますます大きくなってきて、はい、中でそうなってくると日本はもう自分で自分の生きる道をそうちゃんと作っていかないと、それをだからアメリカ人で親日家の人は今一番それを心配してるんですよ、ね、それを一番心配して、だからそのね、あの昔の共和党の人や共和党系の人が、はい、日本はどんどんその武力をね、拡充しろって言ってたのは、うん、昔はそのアメリカのためにもいいから、うん、そういうアドバイスをしてたんだけど、うん、最近はそうじゃなくて本当に心配してね、心配してと、うん、自分たちはもうダメだから、うん、で日本は本当にあの、うん、少なくとも自分の国を自分たちで守るぐらいの武力なり、うん、あのそういった国民のコンセンサスがないと、うんうん、やばいよと、日本がなくなっちゃうよっていう、うん、そういう心配を本当にしてるということを聞きましたよ。そこまで来ちゃったと、いうことですね、日本は、でそれにだから手を貸してるのがまさに岸田政権ということになりますね、はい、まあ、こうやって今お話伺ってますとあれですね、あの本当にあの戦後レジームから脱却しないと日本はもうダメになると。そうですね、もうずるずるずるとやってられなくなっていったら、うん、もう限界のところに来ちゃってるっていう感じがしますね、うん、そういった意味でいつも西村先生がおっしゃってる日本が、あの、まあ、日本初の世界観といいますかね、はい、これが今一番問われてきてるっていう。そうなんですよ、はい、だからそれをそういうヒントはね、先人が残したものがいっぱいあるわけで、うんうんうん、前もちょっとこの番組でご紹介しましたけど、はいはい、ちょうど戦争が始まった翌年、うんうん、昭和17年、うんうん、に、行われた座談会をまとめて、はいはい、昭和18年に中央公論から出版された、はい、世界史的立場と日本っていうね、はい、うん、京都学派の学者たちの、うん、その論文集があるんですけど、うんうん、あと座談会ですね、はい、あれなんかもう今本当に読み直すべきだと思いますよ。うん、そうですね。あの参政党でもちょっと勉強会やってみようと、ね。ああ、そうですね。ぜひ、協力しますよ、ね。ありがとうございます。そういったことで、ただあの、まあね、あの別に参政党だけだというつもりはありませんが、ただまあ現実にそういった自覚を持って、この、まあ、もっと国民に目覚めましょうと呼びかけてる政党が参政党であると、はい、そうですね、今は間違いないところなので、の役割の使命の大きさ本当に感じますね、はい、うん、まあ、今でも逆にその、うん、そういうポジションというのがその時代の要請かもしれませんからね、うん、そうですね、あの自由民主党の役割ってのはもうとっくに終わってるわけ で最後にそれをなんとかあの立て直そうと思ってたのが安倍元総理だったん で、それやっぱり岸信介っていう人がいたからね、うん、おじいさんにね、はいはい、だからできたんですね、うん、岸信介っていう人もその要するに戦後の復興と同時にですね、日米安保改定して少しでも自立に近づけようっていうね、はい、そういう中で日米安保改定が行われたわけで、うん、はい、まあ、そういう日本人がいなくなってしまうっていうのはね、うんうんうん、やっぱり安倍さんのだから暗殺を本当にそういう意味で1年経ってですね、うん、どういう意味だったのかっていうことを今私が話したような内容からですね、もう一度歴史の中に位置づける、うん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 、それが非常に今大事なことで、そうですね、うん、それで多くの日本人にそれが問われてると思うんですね、うん、はい、でも世界中の人はそれ分かってるんですよ、安倍晋三についてはね、はいはいはい、この前ポンペオの、あの、回顧録を読んだら、はい、まだあれ翻訳されてないんですがね、うん、驚いたことに安倍晋三への言及がものすごいですよ、多くて。あ、そうですか、ね、うん、すごく多いです、うん、で特にやっぱりあの自由で開かれたインド太平洋戦略、はい、もう今アメリカの国税になってますからね、アメリカどころか今ヨーロッパだってね、うん、はいはい、EU だってみんな普通にも使う言葉になってるじゃないですか、はいはいはい、自由で開かれたインド太平洋、うん、それとあと太平洋諸島国にその中国共産党がどんどん手を伸ばしてるんでね、うん、そうですね、それで、うん、まあ、この前
あれですね、産経が報じてましたけど、出雲がね、うん、日本最初の空母になる、はい、戦後の初の空母になる出雲が、はい、諸島国のいろんな、将官ですとか、うん、将校を乗せて、うん、一緒にその訓練するっていうね、はい、そういうプランも紹介されてましたけど、うんうんうん、あれなんか考えてみれば日米戦争がなければですね、もともと日本がやっていたことで、だからあれなんですよ、パプアニューギニア、はい、今オーストラリアがなんとか やろうと思ってますけど、うんうん、日本もっと積極的に本当は声出すべきですね、うん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 、そうすればね、ラバウル航空隊の復活が必要なんですよ、本当に真面目なんですよ、なるほどなるほど、はい、でラバウル航空隊、ラバウルに本当作ればいいんですよ、基地をね、うんうんうん、それで今度のラバウル航空隊は日本空軍とオーストラリア空軍とアメリカ空軍で、うん、管理する基地にすればいいわけ、ね、ああなるほど、だからそれでね、もう78年以上前に日本の構想は実はそうだったわけでね、うん、まあそういうこともやっぱり履歴史を捉え直せば、うん、こう自然に見えてくることだと思うんですよね、うんうんうん、その通りですね。もう一度ちょっと歴史を捉え直すということ、はい、それで、はい、この78年前の敗戦というのは一体何だったのか、その通りですね、はい、と、まあ、戦争の原因も含めてですね、はいはい、客観的に考えている中から本当の反省というものが生まれるべきだと思いますし、その通りですね、はい、いよいよ今の国際情勢を見てもそれが迫られていると、そうですね、待ったなしという感じがしますね、はい、はい、本日はどうもありがとうございました。